この番組は高崎市の企画提供でお送りします。毎回高崎市の旬の話題をお送りする高崎もぎたて情報。今回は1月6日7日に松林山だるま寺で開かれる七草大祭だるま市に向け、今生産の最盛期を迎えているだるま作りを紹介します。県だるま製造協同組合理事の吉田正弘さんに高崎だるまの特徴を伺いました。高崎だるまはひげが鶴と亀になっていまして、それで顔の両脇に家内安全とか対岸成就とか、そういう願がかけられているのが特徴となっています。そもそもだるまは禅宗の開祖だるまの座禅姿を模した置物で、全国的に縁起物として広く親しまれています。高崎は冬に強い風が吹き乾燥するため、だるま作りに適しているそうです。200年くらい前から農閑期の副業として盛んに生産され、松林山だるま寺の七草大祭で売られるようになりました。現在高崎だるまは生産量日本一を誇り、豊岡地区を中心におよそ50のだるま店が軒を連ねています。うちは小さいだるまが中心なので、1日に1000個ぐらい作っております。やはり年末年始にかけてが忙しい時期になります。そうですね、忙しい急な注文が入りますと寝る時間もだいぶ少なくなってまいります。毎年多くの人でにぎわうだるま市ですが、ここ数年は赤いだるま以外のいわゆる変わり種だるまも人気があるそうです。そうですね、少林座のだるま市なんかに来ていただけると、エトだるまなんかは今年はいい可愛い出来になっていると思うので、ぜひ楽しんでいただければと思います。毎年集めてらっしゃるお客様もいるようです。七草大祭だるま市は来年も1月6日と7日の両日、高崎市花高町の松林山だるま寺で開かれます。だるま市においでになっていただいて、ぜひ縁起のいい高崎だるまをお買い求めいただけるとありがたいです。なお七草大祭だるま市について詳しくは高崎観光協会までお問い合わせください。来年1月1日高崎市では市内有数の初日の出スポットである市役所21階の展望ロビーを午前5時半から7時半まで開放します。天気が良ければ関東平野から昇る美しい御来光を見ることができます。詳しくは高崎市関西課までお問い合わせください。この番組は高崎市の企画提供でお送りしました。